卵の溶き方です。まず卵をボウルに割ります。少し大きめのボウルの方が混ぜやすいです。薄焼き卵などを焼くときにこの白身の部分ですね、この卵白のプルンプルンしたところが残っていると、これだけが卵黄卵白で分かれてしまいますので、しっかりと混ぜていきます。まずこの卵白のプルプルしたところを持ち上げて切っていきます。何回かしていると小さくなってきますので、このように少しずつ切っていきます。一塊の状態にならないようになってきたら、ここで混ぜていきます。ボウルの端に叩きつけるような感じで、卵から出して混ぜると泡が立ってきますけど、卵の中にお箸を入れたままこの状態で混ぜていくと泡立ちはなく混ざっていきます。感じでサラッとした状態で混ざっています。このようにちょっと薄いクリーム色になるぐらいまでしっかり泡立てると、卵白のプルプルの部分は切れて、卵白と卵黄がしっかりと混ざった状態になります。